皆様こんばんは、桜井よしこです。言論テレビは毎週金曜日夜9時の生放送です。今夜も桜ライブは武漢ウイルスを通して世界を考えます。朝鮮半島情勢と日本です。日本の武漢ウイルスの新たな感染者まだ増えています。東京では昨日一番最高の200人以上を超えました。この問題について先ほど6時に安倍総理が会見をしました。昨日非常事態宣言を全国に出したわけですけども、そのことについても説明をいたしました。安倍総理はですね、まずこのままいけば急速でその全国的な蔓延を引き起こす危険性を回避できない、あと20日皆さん一緒に頑張ってくださいというメッセージを発信しました。それにしても安倍総理白髪が目立ち始めていますね。で、総理はですね、医療関係の方々、介護の現場の人たち、そしていろんな形でお店を閉めて我慢している人たち、そしてお家にじっと待機してくれている人たち、国民全員に感謝を表明しました。そして言ったんですね、今は国難ですから、みんなで一緒に力を合わせましょうと。私はこの国難の時に日本人が力を合わせないでどうするんだ。いろんな政府の施策には欠点もありますけども、こんなに物事が急激に動いている時に完璧にやれるはずはないんですから、少しばかり拙速で問題があってもそれをみんなで乗り越えていけばいいだけの話です。だから私は一生懸命に協力しようというふうに思いました。皆さんも一緒に協力しましょう。さて、先ほど申し上げましたように武漢ウイルスから見る国際情勢、朝鮮半島と日本ということで、今週の水曜日ですか、4月15日、くしくもこれはキム・イルソン、主席の誕生日だったんですけれども、その日に韓国で総選挙が行われて、ムン・ジェイン大統領の共に民主党が大勝利を収めました。このことから朝鮮半島情勢どう変わっていくのか、今夜は2人の特別のお客様をお呼びしました。特別といってもいつものお二人です。まず西岡勉さんです。スクー会代表で、麗澤大学モラロジー研究所の教授です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、ホン・ヒョンさんです。統一日報の論説主幹です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今日ちょっとこのお部屋の前景をちょっと引いた絵で撮っていただきたいんですけれども、実はですね、この西岡さんとホンさんと私の間にこのアクリルのボードがあって2メートル以上2メートルは離れているんですけども、まあ、これでコロナ対策、武漢ウイルスにやっつけられないように、私たちこのように西岡さんと本さんの間にも、私たちの間にもこのボードを立てました。先ほど本先生はなんか刑務所に面会に行ったみたいだなというふうに言ったんですけどもこういった状況でね、すいません、声は通りますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でそこでですね、ちょっと今日のメニューといいますか目次をご覧ください。武漢ウイルスが、ムン・ジェイン政権を後押しにして選挙で大勝した、そして、ウイルスをどのように防止したかというムン・ジェイン政権のやり方ですが、違反者に対してリストバンドまで検討していたというんですね。そして、その次に180議席も獲得した与党は単独で法案を採決する権利を得た。それにしてもなんで韓国の人はこんな独裁左派政権を選ぶのかということですね。そして一番最後に北朝鮮が弱体化していて、キム・イルソン、そしてキム・ジョンイルのミイラが腐り始めたという情報もあります。このことについて、いろいろとお話ししていきたいと思います。さて、まず一番先にですね、お二方にこれを、まあ、承知のことと思いますけれども、選挙結果です。見ていただきましょう。300議席で一員制ですけども、最初はこの200とか過半数と言ってたんですが、180議席取りました。これで与党が単独で法案を採決できることになりました。西岡さん、
この数字を見てどういうふうに思いました？どうして彼はこのように勝つことができたんでしょうかね。まずその採血をできるということの意味、少しだけ日本にない制度なので説明、この番組で何回か言ったかもしれませんけれども、初めての方もいらっしゃるかもしれないので説明したいのですが、韓国は国会先進化法、いわゆる先進化法という法律がありまして、野党が抵抗して、委員会で採決ができなくて、本会議に法案が上がってこないと、与党が過半数を持っていても法案が通らないと、野党の物理的抵抗があると、それは国会の先進化にそぐわないということで、本会議で、5分の3か、各委員会で5分の3の賛成があれば、韓国ではファーストトラックと言ってるんですけども、特急列車みたいなもんですけども、迅速処理、そうですね、迅速処理して、ということができて、そうしますと一定の時間を置くと委員会で採決されなくても本会議に上程することができて、議長の権限で採決をすることができるということで、去年の4月から5月にかけて委員会指定をしまして、当時共に民主党はもちろん180を持ってなかったんですが、少数派の左派政党と、いわゆる野合をしてですね、少数派に有利な選挙制度改革をするから、上級公務員犯罪捜査所、いわゆる、第二検察、ゲシュタポ法と言われていますけれども、あれを指定してしまったんですね。その時、体を張った抵抗もあったわけですけども、そして12月に期間が過ぎたので、本当は期間も過ぎてなかったんですけど、その計算の仕方もちょっとおかしいデタラメだったんですけど、とにかく期間が過ぎたとして、議長が本会議に上程して、この選挙法改正と公訴訟法案が通ってしまった。しかし、与党側とすれば少数左派政党に頭を下げなければできなかったのが、今回はもう180自分が持ってます。自前で取っちゃったってことですね。それも本会議でできますから、どの法案でもできる、ということになった、ということで、韓国では憲法改正の議決、改正案の議決以外、何でもできるフリーハンドを与党が得たという言い方をしていますね。今までのね、そのムンジェイン政権のあり方から考えるとですね、パククネさんに対するやり方にしても何にしても、それからその最高裁の人事にしてもですね、非常にこう非常識というか法治国家とは思えないようなことをしたわけですけれども、それをこの180議席を手にすることで、いわば専制独裁政治体制のようなものができるということになりますわね。例えばですけどね、後ほども出てくるかもしれませんけれども、今までも、歴史問題で日本を擁護する、結果的に日本を擁護するような、歴史の真実を語る発言をした人たちに対して親日派だとレッテルを貼って、そういう発言を法律で処罰する、新法を作るべきだという議論があったんですよ。で、法案が作られたりはしてたんですが、それは通ることはなかったですけども、今回その法案さえも、文政権がその気になれば180持ってますから、通すことができる、全て国会以外ですね、裁判所、それから教育界、労働界、学会、サーが支配していたんですけども、国会の中に過半数近くの、半数近くの野党がいたわけですけど、それもなくなって、ブレーキがほとんどなくなってしまったというような状況ですね。本先生ね、ムンジェイン政権のこの大勝利、今その野党が亡くなってしまったということなんですけども、なんでムンジェイン政権はここまで勝ったと思いますか？それはプロパガンダの力なのか、私は金の力なのか。これは私は歴史的な圧勝じゃなくて、歴史的な記録的な不正選挙ですね。不正選挙、まず、それから今西岡先生はいろいろこの選挙を規定事実化して、これからの先をおっしゃったんですが、例えばパクネ大統領を一見不法弾劾して、全てのあれを捏造して、例えばタブレット PC で分かるように、それがもう一度今度行われたんですね。これは一つで言論統制、
弾圧、それから官権選挙、権力を、政府の力を動員した、それから有権者の買収、金権選挙、それから徹底した国民を集団洗脳するプロパガンダ、こういうことに対して野党が無能だったんですね。私前からずっと言ったんですが、ファン・ギョアンが率いた、その本当におじけついた羊が率いる、羊の群れのような、彼らも悪魔が率いる、狼の群れ、そういう戦いだったと。だからこれを我々は、パクネ、弾劾の不法性とか、これは歴史を正さなくちゃいけないんですから、つまり今度も真実と嘘の戦いで真実が負けたというのが今回の選挙です。だからおっしゃる通りですけど、野党側が例えばパク・クネ弾劾について、パク・クネ弾劾が法治主義に反するということを言わなかったんですね。言わない勢力と統合したわけですから、もうそこでだから無能だというんです。だから野党側が無能で、真実の側に立たない戦いをしたというのが根本的な敗因だというふうに私も思います。そこは同意します。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。不正会員登録は月々990円、または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。不正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。花田和之です。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。